今生理2日目やねんの。なんか今回のさ生理がさめっちゃ重たくてさ、夜中にお腹痛すぎて目覚めてんの。生理痛がもうひどすぎて、なんか食べたいなと思ってんけど、ご飯も炊いてないし、何も冷蔵庫いないし、でもストイ行ってご飯食べに行きたいっていう気分でもないからさ、ウーバーしようと思って今ウーバー待ってんねんけど、全然こやねんの。ウーバー待ってる間暇やからさ、ここに置いてる、棚に置いてるあれを紹介しようかな。こちらは視聴者さんからいただいたお手紙をよく寝る前に読みながらニヤニヤしてます。お手紙くださった皆様ありがとうございます。ちょっといい女になりたいっていう時に、あの寝る前にシュッてする。あ、もうでも結構なくなってる。誕生日プレゼントに一昨年とかにもらったやつやねんけど、この匂い結構良かった。でここにドドンってあるのが、あの傲慢と善良っていうめっちゃでかい単行本やねんけど、これな、多分1年前とかナイトルーティンぐらいでも読んでるって言っててんな。で読んでる読んでる言うてんのにまだ半分しか進んでないな。でもこのでかい本やったら半分って結構進んでるんじゃない。これ主人公の子マミちゃんって言うねんの。でもこれ全部読んだ人たちにもう早く全部読んだ方がいいみたいな、めっちゃおもろいってめっちゃ聞くねんの。だから早く読まないと、早く読まないとと思うんですけれども、なかなか進まないっていうね。あと自分の好きな、あ、来た、こちらも自分の好きな作家さんたちです。来た、ウーバー来た、はいはいはい、来た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 、はい、お願いします。声変わんねんな。はいはい、お願いします。ちょ、ウーバー来た瞬間すっごいテンション上がった。やばいやばい、来た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 、カーテン開けよう。待って、今日雨、今日雨、またテンション下がったやん。雨な、もう嫌やって、こんな憂鬱な、こんな憂鬱なシチュエーションよ作ってきたな、世の中見て、じゃがじゃがーん、めっちゃでかないこのうどん。大阪の TKU っていううどん屋さんがあんねんけど、めっちゃ太くてめっちゃコシのあるうどんやねん。でこれなんかめっちゃ爆弾おにぎり、バリでかいね。自分の高校がその玉造りっていうところに、大阪城公園が近いとこにあったから、このな TKU のうどんめっちゃ食べてんの昔から。よし、いただきます。もうずっとあんたらのこと待ったで。ウーバーやからちょっと麺があれやけど、めっちゃ太いの分かる、めっちゃ太ないこれ。いただきます。うん、うん、何おいしい、うまっ。この唐揚げがマジおいしいです。いただきます。うん、ここのうどん屋さんの鶏卵カレーうどんみたいなのがあんねん なんかカレーの上になんか卵のあんかけみたいなの乗ってて、そのパッと見に卵のあんかけっぽいのかなと思って、下でもすくったらカレーがドドンってできて、その下にうどんがあるっていう、めっちゃこってりで、もうすごいねんな、すごすぎて、その日一日中もう夜までお腹いらんわっていうぐらい、めっちゃすごいねんな。めっちゃ美味しいからぜひ食べてみてほしい。めっちゃ美味しいんですよ TKU。 うん、さっきさ、そのベッドの横の本棚のとこの紹介したやんか、そこの本棚にもう一個置いてんのがあって、これなんやと思う、まあ、フォトアルバムって書いてんねんけど、これアルバムやねんな。でもこれ自分のアルバムじゃなくて、おじいちゃんのアルバムやねん。なんかお母さんがおじいちゃん家、もうおじいちゃん亡くなってんけど、そのおじいちゃん家でいろいろこうなんか遺品のそういうなんか片付けみたいなした時に、こんなん出てきてめっちゃおもろかったから、あんたが硬いみたいな感じで持っときなさいみたいな感じで、でもおじいちゃんもだからほんまは生きてたら80歳ぐらいとかから、結構早めにな、自分が小学生の時に亡くなっちゃってるけど、そのおじいちゃんが多分中学生の時とかの、なんか見て、もうさ髪がめっちゃいい味出てない。おじいちゃんがこのアルバムいつ作ったか分からへんけど、全部見たら学生の時の写真ばっかりやんな、小学校中学校かなみたいな感じの、可愛い、楽しかった運動会とか書いてる、めっちゃおもろいねんな。へえって、もうおじいちゃんが もはやどこにおるかも分からへんねんけど、この昭和、なんて書いてんのこれ、昭和若年4月12日って書いてる。なんかめっちゃ熱いこと書いてんねんな。ちょっと孫ながらちょっと恥ずかしくなってくるようなこととか書いてんねんな。ごめんなおじいちゃん、このアルバムも私の手にいっちゃったわって感じなんやけど、だからさ、こういうアルバムとか読んでたらさ、自分もさ、まあ、みんなもやけどさ、日記とかさ書いてると思うねんな。日記とかアルバムとかあると思うねんけど、こうやってさ自分がおばあちゃんになってそれで亡くなっていったら、こうやってさ孫に読んで笑われるんかなとかって思ったりしてさ、小学生の時やからそんなさなんかめっちゃ深い会話とかしてないやんか。ただから死に目の最後らへんになんかいつも笑っときやみたいな感じのこと言われたのだけしか覚えてないんやけど、
なんかとにかく笑ったらいいことあるからみたいな感じで、その死に際らへんに言ってくれたことしか覚えてないんけどさ、なんかそのさ、自分の初恋の人とかの写真とかも載ってんねんな。クラスのマドンナみたいなこととツーショット撮って、お前はこの子にめちゃめちゃ恋をしてたんだぞみたいな感じのこととかも書いてんねんな。なんか失恋したんかなっていうところのパートでは、持つべきものは男の友だとか書いてんねんな。おじいちゃんも男の子やったんやなってすごい思う。恋のこと結構書いてるからさ、昔の男の人って結構なんか熱そうじゃない、なんか見ててすごいほんわかしてんな。昔こんなんがあったんやって。大人になる前にな、亡くなっちゃったからそんなめちゃめちゃ話した記憶ないんだけど、そのさ勝手にな、勝手に話してるから、なんかどこまで話していいか、そのおじいちゃん怒られそうやからさ、夢の中出てきてこらーとかって言われそうやから、詳細は言わんけど、学ラン着てる時のおじいちゃんの写真がいっぱい載ってて、なんかこんなん自分もつけたいなって感じで思ったけど、なんか何十年後かにもし自分がさ孫できて、その後そのまま亡くなっていっちゃった場合に、へえおばあちゃんこんなんやったんやみたいな感じの、この携帯なんやろって感じでカメラ屋さんとか行って、これのデータ見たいんですかとかってこう復旧されてさ、そういう見られるんかな、写真とかな、プリクラの歴史とかすごいわかるんやんな、うわ加工だらけやとかってさ、将来の孫とかに見られても困るし、今その普通に生きてて友達とか、まあ、好きな人とか親とかも、もう誰に見てもすごい恥ずかしいってやるものがあって、これな自分の恋愛遍歴を全部書いてる日記やねんな。だからもう絶対人に見られたらあかんって言われるけど、ちょっと見てみて、1ページ目これいつ書いたかわからんねんけどめっちゃ恥ずかしいねんけど、その思いが動いた日に時はくれ恥ずかしすぎてちょっと乾くなってきた。いつ書いたんやろな、2年前とか2、3年前とか。でもこれもともと初めはなんかそういう恋愛のことを書く日記にしようとかって思ったんじゃなくて、毎日あったことに日記につけていこうみたいな、ちょっとなんか困難あったな、楽しかったなって思った時に日記につけようと思って書いてんけどほんまに1ページ目はめっちゃ普通、恥ずかしいから下のあれは見せられへんねんけど、1ページ目は4月18日落ち込んだり嬉しかったり、今日は動画編集の日でしたって、その別にそんな特に別に思んないこと書いてんやこれおもろいわ。今日は動画編集の日でした、言い訳いっぱい書いてんねんな昨日までバイト続きの日常だったので、先週はそれを言い訳に編集をしないまま寝てしまう、何やらの動画が撮りたいのに撮れない、かっこ朝起きれないそして作った動画が面白くないというスパイラルに陥って泣きそうになりました。でも投稿すると視聴者のみんながコメントをくれて反応も良くて、みんなが私に自信をくれた、肯定された気がしました。恥ずかしくなってきた。まだちょっとアホなことが書いてるのもある。5月30日スキボケこの当時いいなって思った人の名前書いてんねんけど、けど結局うまくいかんくて、うまくいかんかった場合は全部ここ真っ黒になっていくねんな、塗りつぶされていくねんな。だから過去のなんやらさんの遊びに行きましたとかって書いてるところ全部真っ黒になっていてんねんけどで自分の場合ほんまにちょろいからな、だいたい遊びに行って気が合うかもと思ったらすぐ好きになるんですよね。めっちゃ好きはなくても、ちょっといいかもってなって、そこからなんか考えて家でそこを時間がある時とかに考えたりしたら、やっぱ好きかもみたいな感じにすぐなっちゃうタイプやな。この前嬉しかったことっていう欄に、どこそこ遊びに行く前にコーヒー買ってくれたとか、頭ポンポンされた、クサ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 と書いてねえけど、かっこ書きながら鼻水出たと書いてねえけど、こっちも今こっちも鼻水出るわって感じやんな。焼肉ごちそうさまでした、終始優しいねんな、絶対いい人やん、早く会いたいな、ドライブしたいな、さ今後の行方は書いてるで自分が恋愛経験が少なすぎて、こう人になんかどれぐらい付き合ったことあるとかって言われた時にどうやって阻止するか、うまい交わし方会議みたいなこともこの日記でされてはりまして、まず数ヶ月付き合ったけど好きになれんくて別れた手にしようと思うと書いてるな。じゃあほんまにな、これ結構もうな、ほんまに読まれたらこれやばいっていうのをいっぱい書いてんねんけど、下ネタじゃないけどさ、じゃじゃん、好きな人とするセックスはどんな感じなのでしょうか、交互期待、デュエル、スタンバイ、ほんまにキモいな。失恋してるとことかもう事態終わってんねんな、離れたくなかった、気づいたら深層心理とか人に出来事を話して自分のことを愛してくれてるんか探してる自分の時間の使い方がダサかった好きっ
って思ってくれてるんかなって分からなくなってきたらさ、こういうちょっと悲しかったこともあったけど、まあ、こういう嬉しいなって思うこともあってんけどみたいな友達に言ってとかして、だからこれって総じてまた自分のこと好きってことかなとかってこう友達に相談してこうバサッて切ってもらうというよりかは、そのいやそれはなんかそれはまだ向こうは好きって思ってくれてるよって言われたいみたいな感じのことをイメージ喋ってんな、終わりにした方がいいかなとかじゃなくて、え好きってことちゃうみたいな感じのことをなんか後押ししてほしいみたいな、まだ恋愛この人とできるっていうのを後押ししてほしいみたいな感じのその相談の仕方をなしてたから、それが自分がすごいダサかったみたいな感じ言ってるけど、やばいなぁ、ほんまにやばいなぁ。まあ、この不幸が結構多かった2期にも、まあ、幸せがついにやってきましてですね、その今の人と付き合ったっていうところを書いてるとこでは、なんかもう文章じゃなくて絵日記になってんねんな付き合った日がよっぽど楽しかったんやろなって感じのところやねんけど、見て見て見て、めっちゃ可愛いない？一緒にディズニー行ってその後付き合ったから、それを多分思い出が全部絵日記に残したかったんかじゃないけど、写真撮ってんのに、写真撮ってんのに絵日記に残したかったからか分からへんけど、もう今ちょっと名前消してんけど、まあまあってこっち自分が、マミな、マミがこっちで、で向こうで付き合ってくれませんか、夜道はいで横になんかよう分からんキャラクター持ってさ、おじいちゃんのさアルバム見てさちょっと恥ずかしくなっちゃったとか言ってるけど、多分こっちの方が恥ずかしいからな、お前の方が恥ずかしいからなって感じやんな。これを自分はほんまにもう絶対誰にも、孫なんかに絶対ほんまに見えたらやばいって思うから、もう死ぬ前、自分がそろそろ死ぬなって思う時にはもうどっかに焼きに行こうと思う。だからこういう日記とかやっぱ焼きに行った方がいいよな、ほんまにな、そろそろ自分死ぬかもしれんってなったら真っ先にこう焼きに行くわ、ほんまに。まあ、でも日記ってその1ページ目にも書いてる通り、そのやっぱ思いのままに書きまくるっていうあれやから、その日記っていうことに対してのそのちゃんとした使い方はほんまにパーフェクトやと思う、自分パーフェクトやな。こういう黒歴史ぐらいがちょうど面白いんかな。最後爆弾みたいなおにぎりいただきます。うん、まあ、おにぎりってさシンプルで一番極うまいな、おいしい、めっちゃおかか、マジおもろいなこれ。やっぱなんかその、まあ、ちょっと軌道修正しようと思ってなんかほのぼのしたことを書こうと頑張った時もあんねんな。友達といっぱい話して楽しかったとか、日本の桜ってほんまにいいなって思ったとか、こう長いでこれ来てもいい感じに書きたくなってんねんなってだけにしか思わへんような感じだった。その左のページなんかめっちゃ重たい話してて、今の私じゃなかったら出会えてなかったしこうなる未来やったんやなって、タイムリープしない限りそれは難しいなとか書いてんねんな、出会えてよかったなってなった、よくも悪かも。はず、終わろ終わろ、この日記がもう全世界どこでも、もう見つからずにもう自分の心の中だけにしまった。で、死に際にはもうちゃんと焼いて、もう絶対このもう全貌が読まれることがないようにしたいと思いますね。でもあとこれもうちょっとしかないな。まじほんまに女子の日でめっちゃ気分落ち込んだけど、なんかめっちゃ元気に出たわ、ほんまに。黒歴史すぎて恥ずかしいっていうな。見てこれめっちゃ美味しいさやろ、この前買って。ほんまに嫌やんな、こんな毎月毎月この気分がこう、もうこ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 うされて、もうこのあげすげするたんびにもうこのアルバム読むかな。もうアルバム読んで、うわっとかって思って、さ気を捉えるってすごい自分的にめっちゃいいって言ってんか、だからその今こっちにすごい気を捉えてから、なんかその憂鬱みたいなこと考えてすんだからさ、毎月これ読もうかなね。うん、これめっちゃ美味しいねんけど、そこでもう食べてるだけやから終わるな。じゃあ動画見てくれてありがとうございました。バイバイ。みんなも日記とかあったら見つからんようにな。ね。最後はちゃんと、どっかに始末しましょうね。バイバーイ。ありがとう。